あの毎年この4月25日というのは私ども、まあ、事故を起こした当事者として、終わりと安全を誓わないといけない、まあ、そういう日であります。11年経ちましたけれども、やはり私どもが当事者として安全をきちんと、まあ、鉄道の安全を確立していくということと、それから年の経過がありますので、どうしても風化防止をしなきゃいけないという、この2つを一体のものとして、しっかり取り組まなきゃいけないなというのを、この11年という、まあ、年月を踏まえまして、感じております。安全をかみしめたいためにもこれは残しておいてほしかったし、あの娘の亡くなったあのところですから、私にとったらもう何にも代え難い場所です。